ヨゼフ・ユングマンは、ボヘミアの詩人、言語学者。チェコ国家復興運動の第一人者でもあった。ベウロン近郊のフドリツェ出身。ユングマンは、靴の修繕を営む、家の六番目の子として生まれた。幼少期は、司祭になりたいと考えていた。しかし、1788年から1792年に、グラマースクールの家庭を修了した後は、 哲学と法学を学んだ。1799年はじめに、リトムニエジツェのギムナジウムで教弁を取るようになった。当時、リトムニエジツェのギムナジウムではドイツ語を話す生徒が多数であった。1815年に、ボヘミアの中心地であるプラハへと移る。そこで、ユングマンは、1845年までチェコ語の教師として、旧市街地にあった。 アカデミックグラマースクールで教鞭を取った。この学校には、後に、チェコ国民学派の外なるベドルジ派スメタナも1839年に短期間在籍していた。ユングマンは、1817年に哲学と数学の博士号を取得した。そして、1827年から1838年には、プラハにあるカレル大学の芸術学部長を務め、 1840年には、同大学の学長に就任した。1847年11月14日死去。74歳没。ユングマンは、書き言葉としてのチェコ語復興の厳格な主相者であった。彼の死であるヨゼフ・ドブロフスキーとは、対照的に、ユングマンは、著作においてもチェコ語を使用した。1805年、ユングマンは、フランスのフランソワルネド・シャトーブリアンの、 アタラを翻訳し出版している。これを契機にユングマンは、チェコ語は複雑で、芸術的な文章を表現するのに適した言語である、ことを証明することを目論むようになった。その後、ユングマンは、ヨハンボルフガング・フォンゲーテや、フリードリヒ・フォンシラー、ジョン・ミルトンの翻訳作品を出版している。ユングマン自作の詩の数は少ないものの、その中には2編のソネット、物語風の詩、 オールドリッチエ・エボゲナが含まれる。翻訳作品を出版に続いて、ユングマンは論争術に関するシリーズを出版するようになる。その中でも、トークス・オン・チェック・ランゲージが最も知られた作品である。1820年、ユングマンは、スロー・ビスノスとアネブ・スバーカプリクラジュー・ SKR、TKM ・ポジェド・ナニム・オース・ローフを出版する。この本は、文体論に関する書籍であった。 1825年には、イストリエ・リトラッチリー・チェスケ・アネブ・サウスタブニー、プリー・ハルド・スピス・チェスキーク、S、クラトク・ヒストリー・ナラデュ、オバシニー・エイ・ジャスカを出版している。ユングマンの特筆すべき業績は、5巻に及ぶチェコ語、ドイツ語辞典の出版である。この辞典の中で、ユングマンは現代チェコ語の基礎をレイアウトした。指摘効果のために、 ユングマンが強く望んだ語彙の文体範囲の達成。チェコ語語彙の拡大のため、ユングマンは古後も復活させている。そのため、ユングマンは歴史的な書籍を研究したり、他のスラブ語から言葉を借用したり、場合によっては信号を創造している。彼の言葉の多くが現在のチェコ語の一般的なものとなっている。ユングマンの業績によって、ユングマンの名にちなんだ。 ユーマーノバストリートとユうマナボエヌ、メートル ST がプラハにある。この広場にはユングマンの大きな彫刻が展示されている。ありがとうございます。